屋内プールは5層吹き抜けでジャグジーとかデザインとしては綺麗ですけどね、全然整える予感がしません。ここでこうやって寝っ転がるだけ、ちょっとね全然楽しみ方が分かんないです。フィンランド、エストニア、ラトビア、エストニアとサウナ旅を続けています。エストニアではヒッチハイクならぬサウナハイクも実施、貴重な経験になりました。サウナの皆さん、おはようございます。海外サウナ一人旅のピョンです。いよいよね、これからフェリーに乗ってヘルシンキ戻ります。で、明日の飛行機で日本に帰ります。今回35日間の北欧バルトの旅でしたけれども、結局そのうち28日間ぐらいはこのエストニアにいました。いや、エストニアのね、いろんなサウナ巡れてよかったなと思います。ちなみに行きは、ヘルシンキタリンのフェリーは私事情をよく分からず一番なんか豪華なやつ取っちゃって7000円ぐらいかかったんですよ。タリンクっていう船会社のフェリー乗っちゃったんですけども、調べたら、一番安いと3500円ぐらいで、それはこっちあのターミナル A っていうところから出るんでね、あの船会社によってターミナルが違うんで皆さん気をつけてください。あとこれははっきりとした統計を取ってるわけじゃないんですけれども、A と B という2つの地点をつなぐあの船だったりバスだったり電車だったり、あの物価が安い方から乗る便はなんか安いですね。例えば日本だと東京と私のふるさと長野、まあ、松本なんですけど、つないでるその特急あずさ、新宿松本で買おうと松本新宿で買おうと値段変わんないんですよ。でもこっちだとあの今の例で言えば新宿松本が7000円だとしたら松本新宿は5000円みたいな、そんな感じです。あのそれがフィンランドのヘルシンキとエストニアのタリンの間のフェリー、エストニアのタリンとラトビアのリガを結ぶバス、そしてエストニア国内でも首都のタリンと第三都市ナルバの間で起こってました。でもまあ理にかなってるといえば理にかなってますかね。物価が安い方から乗る便は安いと、物価が高い方から乗る便に比べて、同じ A と B という地点をあの繋いでるとしてもですね。なので往復で行きと帰りで交通費が変わってるっていうのはよくありました。今回ヘルシンキタリン間は複数の船会社が便を出していて、今回はこの真ん中のエッケローラインってやつで帰ります。平日の昼間の便ですけど結構混んでますね。ここで私事前に買ったチケットを発行したいと思います。今港に入ってこようとしてるあのフェリーですかね。出港を待つその待合所みたいなところにいるんですけど、本当にアジア人私しかいないですね。100人ぐらいいてアジア人が私だけです。皆さん我先に乗船するのはほとんどの方が自由席で、早く行かないといい席が取られちゃうからですね。カジノありますね、ここにも。ちっちゃな。テーブルをね、早く確保しないと席がなくなっちゃうんですよ。ここは何も頼まなくても座っていい場所なのかどうかちょっとわかんないですけど、あ、まあ最悪ここでドリンク一つだけ頼みますか。
定刻5分前に出港しました。ここから2時間ちょっとの旅ですね。隣のお姉さんたちカラムーチョ食べてますね。言うほど安くもないと思うんですけど、みんなこれでも買ってくらいお金かけてますね。今回行きと帰りで値段倍ぐらいこのフェリー違うんですけれども、言うほどグレードの差は感じないですね。なんかマジックショーみたいなのやってる。 It says you will select red color. エストニア語と英語でマジックショーしてくれてます。マジシャンの方が自分のマジック終わった後に子供たちに風船でねバルーンアート作ってあげてます。俺は微笑ましい。結構大きいお友達も後ろの方並んでますけど、彼らも作ってもらえるんでしょうか。大きいお友達もあの剣を作ってもらってました。そうこう言ってるうちにヘルシンキが近づいてきました。ヘルシンキ帰ってきました。バスで、ヘルシンキ中央駅まで行って、そこから空港行きの電車に乗ります。着きました、ヘルシンキ中央駅。ここから電車乗って空港行きます。今回ほとんどエストニアにいましたんで、ヘルシンキ全然探索できてないんですけど、やっぱりさすがですね、ヘルシンキ。こんなレストランとかもね、結構高いと思いますけど、すごく素敵です。空港の一つ手前の駅で降りました。ここの近くに今日泊まる最後のホテルがあります。さすが空港に近いんで、もうすごい緑がたくさん、郊外の雰囲気ですね。最後ホテルまでバス使いました。ここもエアビーみたいな感じですかね。このマンション群の一角の一室です。1万円しないぐらいです。今日はどうやらここですね。教えてもらった暗証番号で中に入ります。おそらくここです。ここにあった。おお、ここで靴脱げって言われました。一瞬広すぎてびっくりしましたけど、A、B とあって、私の部屋は C らしいです。ここですね。っていうことは、あっちにも誰か泊まる可能性ありますね。こんなでした。キッチンもね、使えます。最後の最後、とんでもない驚きがありました。お手洗いに、なんと、サウナついちゃってます。しかもハルビアストーブ、このエアビー全然サウナついてますってのを売り文句にしてないんですよ。もう売り文句にするほどもない、当たり前だよってことでしょうか。フィンランドでは最後の最後にね、本当にフィンランドのサウナ大国底力見た心持ちです。今最後の晩餐用の食材を買いに近くのショッピングモール来てるんですけども、ここにもねフラミンゴスパっていうサウナがついてるらしいんですよ。でもまあスパサウナ系のね大型施設なんで、どうしようかなってちょっと悩んでたんですけど、今回はねマンションについてたんで、サウナが、ここはパスしてホテルのお部屋のサウナ楽しみます。中入ってみたら超巨大なショッピングモールでした。なんかスーパーもこっちと
あっちと両方あってどこで何を買えばいいのかちょっと全く分かんないです。こっち側が基本的に生鮮食品とかのお店だったんですが、なんと無地が店内にショップインショップみたいな感じでありました。日本でも驚きですよ、こんなやってたら。このリネンの長袖シャツ 54.95 ユーロなんで8000円ちょっと、日本より高いですね。やっぱりフィンランド、エストニアより断然物価高いですね、120%、130% ぐらいに感じます。明日はホテルから空港までバス乗ろうと思うんですけども、バスの車内で買えないんで、この R キオスキーってところで買ってきます。金銭的に余裕のある方はこのサウナ付きのこのフラミンゴっていうホテルに泊まってもいいかもしれないですね。空港から一駅です。このストーブのダイヤルをセットして1時間ぐらい外に出てたんですけど、全然温まってないです。ちょっともう一回セットし直しましたが、なんか私のやり方が悪かったのかもしれないです。よかった、ちゃんと温まってます。ですね、このタイマーみたいなやつ、ダイヤルが一番奥まで回しちゃうと8時間後に温まりますよっていう、そういうその、タイマー機能付きのやつで、この3とか4ぐらいにしとくのが正しい使い方でした。入ります。ホテルがタオル2枚用意してくれてたんで、1枚はサウナマット用に使わせてもらって、もう1枚で、体洗った後に拭きます。まあ80度ぐらいにはなってるんじゃないかなと思います。セルフロウリュも、ね、できるんで楽しみたいと思います。ベランダついてるんで外気浴もできますね。もう今日はね、最終日なんでビール飲んじゃいます。マリウスさんと会いました。 Hello, good eveningIt's very nice to have a new friend from Japan. I'm very glad, I'm very happy to meet Mr. Pion. 何が起きたかと言いますと、案の定他の2部屋にもお客様が来て、この南米にダイヤモンドの採掘場を2つ持ってますと言われても驚かない風貌のマリウスさんにビールごちそうになりました。食品を主に扱うビジネスマンで、北欧の赤キャビア、蜂蜜、うなぎ、そしてアパレル資材の鹿革などを輸出されているそうです。日本で買いたい人がいたら連絡をくれとおっしゃっていましたので、ご興味ある方いらっしゃいましたらコメント欄にてお知らせくださいませ。品質と価格には自信があるそうです。サウナの皆さん、おはようございます。海外サウナ一人旅のピョンです。私以外にね、宿泊者が同じ、屋根の下にいたのがちょっとびっくりでしたけれども、良かったと思います。このホームステイエアポート、エアビー綺麗でしたし、サウナついてますし、1泊1万円以下。さて、これからバスで空港に向かっていよいよ成田に向かいます。来ましたね、空港行き562番、あれに乗って空港行きます。私だけです。着きました、ヘルシンキバンター空港です。木曜日のお昼、全然空いてますね。私が乗った後バスにもう3人乗ってきて、あの2人も今から海外旅行でも行くんでしょうか。オンライン発券機で無事チケットもゲットしました。結構並んでますね、この保安検査場。このヘルシンキのバンター空港からアイスランドの首都レイキャビクまで飛行機出てるみたいですね。レイキャビクにもサウナいくつかあるそうなんで、いつか行ってみたいなと思ってます。日本からフィンランドに到着した時も思いましたけど、さすがって感じの空港の中のデザインですね。これはこの曲面のディスプレイでフィンランドの観光地をバーチャル体験しているような、そんなコンセプトのようです。これも日本から到着した時は早朝だったんでやってなかった、ムーミンカフェオープンしてます。
でもちょっと高そうなんでね、やめてきます。カフェラテがまあ700円ぐらいですか。これですね、5時45分発東京成田行き、これ乗ります。いよいよフィンランドとお別れです。フィンランドも暑いですけど東京も暑そうですね。もうじきご飯になりそうです。1時間ぐらい出しましたかね。お食事こんなでした。めちゃくちゃ暑いですね。というわけで地元に帰ってきました。今日はですね、ちょっとねサウナ控えてこの仙石湯さんで銭湯お湯に浸かるだけにしようかなと思ってます。それでこの後なんですけれども、ちょっと東京で通訳の仕事をした後に、夏はですねちょっとサウナのついた施設でアルバイトして旅費を稼ごうかなっていう、そういった計画です。施設から YouTube の撮影許可が出れば詳しくご紹介します。また出なければさらっとご案内します。以上で35日間の、フィンランドエストニアラトビアのサウナ旅終わりたいと思います。ありがとうございました。というわけで新宿駅に来ました。サウナ旅の費用を稼ぐバイト編ということで、これからサウナ施設でバイトに行ってきます。そこが住み込みの施設で、さよなら東京の街。ここは到着エリアなんですけども、空港に来るたびにこうやってね帰りを待っててくれる人がいる人っていうのはいいなと思います。